こんにちは、花井亮さん。そして動画をご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。今年1年ね、こう振り返ってみると、確かね、去年の今頃なんですけども、私のね、 YouTube チャンネルの中に、まあ、中国にお住まいの方がね、今中国ではこんな問題が起きてますっていうふうに、まあ、お知らせくだすって、それがね、道端で立ってる人がドカーンといきなり倒れてそのまま死んでしまうとか、その小さなミニバンにですね、病院でお亡くなりになったそのムクロをですね、もう何体も何体もこう乗っけて、で焼却場に運んでいく、それがもう追いつかないぐらいの速度で、すごい人数がね、お亡くなりになっているという、もうまさにね、死死類類、戦場さながらの様子でした。でそれが毎日のように更新されていって、もう死者の数がね、うなぎ登りみたいな形で数字もバーッと変わっていったわけなんですよ。これは何が起こったんだろうかと、中国だけなんだろうかと、これは伝染病であるというね、噂も広がっていて、その時についた名前が武漢肺炎というね、新型武漢肺炎という名前で、恐ろしいなと思ったわけなんですよ。それから1ヶ月2ヶ月と経つ中で、まあ、都市封鎖があったりね、その都市封鎖の中でやっと生きてる人の、まあ、YouTube 放送があったり、その YouTube 放送をしている人がまたね、まあ、検挙されて連行されて帰ってこなかったみたいなことが繰り返されていって、恐ろしいことが起きたんだなと思っていたんですが、その YouTube の発信者の中の一人がですね、まあ、警告をしてくださって、これは1ヶ月後日本でも起きることだと、そして数ヶ月後世界中で起きることだよっていうような形でね、動画切られたんですけども、いやなんかすごいなと思いました。私はもう恐ろしくてすぐにその放送をね、始めたわけなんですよ。で、まあ当然ですけども、全然その再生数は伸びずにね、年を超えて1月2月となっていったわけなんですけども、日本でクルーズ船の問題が叫ばれた時に、私の動画やっとねタイムラグをつけて再生されて数万回っていう形になったり、その後広告が停止になったりね、動画そのものが削除されたりというふうな変遷をたどるわけなんですけどもね、時を同じくしてその COVID-19 っていう名前がついて、それに関しての YouTube はまあ控えるようにと、少なくとも広告は出さないということでね、いろんな隠語がそこでも作られて567って言われたりとかね、コロスケとか言われたりしたもんですけども、で今に至って、今はね、特にこの話題に対して広告がつかなかったりとか削除されたりってことはないようですが、私としては発信を控えているところかなと思います。まあ、控えているというよりもね、もうそれは今この社会にあるもんだと思って、それを前提にいろんなリスクヘッジなり生き方なりをしていかないといけない個人の構造改革があるんだろうなという放送に変えていったわけなんですよ。で、ここからが私の感じるところなんですけども、3月ぐらいですかね、クルーズ船のことでわんわか言ってる時に、もうすでにですね、私の中ではこの新型武漢肺炎の脅威は去ったわけなんですよ。これはもしかしたら、フェイクなんじゃないかなというふうに思ったりとかね、それほどに日本の経済を止めるほどのものではないなと、ましてや世界が戦々恐々するのはどういうことなんだろうか、私が最初に見た道端で立っている人、歩いている人がドカンと倒れてそのまま死んでしまうみたいなことはどうも起きてないなとかね、で当時起きてたような軍が出動してね、ミサイル部隊が配置されて町の住民をね、なんかどんどんこう拘束したりとかね、なんかそういうことも起きてないなということだったんですよね。でここまで話して何が言いたいかっていうと、まあ、私たちは見るものとか聞くものによってかなり支配されてるなということなんですよ。もちろん自分が思ったことっていうのが、その外から来る情報に依存するのは仕方がないことだと思うんですけども、ただね、どうなんでしょうかね、誰か専門家が言ったことをまた聞きして自分も口から話すってことを繰り返していって、だんだん自分の思考ができるとしたら、相当ね、耳に入れるもの、目に触れるものを気をつけないと、もしかしたら真っ黒いものを白だっていうふうに勘違いしてるかもしれませんし、真っ白のものをね、黒だというふうに言いふらしてるかもしれないということなんですよ。で、肝心なのは根拠があるから騙されるってことなんですよね。根拠があるから、裏付けがあるから勘違いするってことなんですよ。私がね、行き着いたのはそこなんですよ。そのニュースソースはどこですかとかね、根拠はどうですかって言った時に、その根拠が捏造されているというところ、根拠が
すでに、まあ、いろんな説があるというね、そのいろんな説の一番自分が受け入れやすいものを取ってきただけだということなんですよ。世の中にはいろんな事象がありますけども、事象がね、事象がありますけども、その全ての事象に対して、正論と、まあ、テーゼとアンチテーゼっていうのがあるんですよね。正論と反論っていうのがあるんですよ。で、どっちを採用するかなんですよね。で、反論から見ると正論っていうのが反論になるし、まあ、ややこしいわけなんですけども、じゃあね、情報ビジネスにちょっと話を置いたときに、大きく分けて2つの事例があるんですよ。その情報ビジネスで稼ぎましたっていう人と、情報ビジネスで稼げませんでした、もしくは騙されましたっていう人、これはどっちが真実なんでしょうか、割合で測ればいいのか、それともうまくいった人がいるんだからみんなもうまくいくはずだっていう風な思考になるのか、一部の人がうまくいかなかったからこれは完璧な方法でないんで広めるべきではないっていうのかね、それともよく言う自己責任だっていう風な言葉で誰にも反論できないようなね、言論封殺をしてしまうのかということなんですよ。で、私はね、だからこう一人一人それぞれだと思うんですよ、これは。まあ、そう言うしかないんですよね。というのが、同じ例えば情報商材にしても、それをどう理解するのか、理解したことをアウトプット咀嚼できるのかっていうのには個人差があるんですよね。私は速稼塾という塾を運営してますけども、基本的には YouTube をたくさん、アップロードしていって、でそこでできた関係性に対してその人の視聴者さんのね、必要なものをこちらで作って提案していく、いわゆるそれが販売になるわけなんですけども、それを繰り返していくことが、まあ、速稼塾の、まあ、大筋なんですよ。もう整理して言うと、商品を作って集客をして、集客が YouTube ですけどね、そして最後にセールスをする、この繰り返しを毎日することがビジネスだと思うんですよね。とかく世の中の困りごとっていうのはどうやって解決するかを知らない、いわゆる情報がないだけで困り続けてるんですよね。じゃあ解決する方法を教えてあげれば、問題が起きてる人を救うことになると、救われれば当然お礼が発生すると、それが商品の価格になるっていうだけなんですよね。で、私はモッピーというね、今ポイントサイトを10月の下旬からやってますけど、丸2ヶ月経ちました。ここで8万7千円の利益確定をしてるわけですよ。で、こういう現実があります。ですので私はモッピーをお勧めするんですけども、人によっては、久保さんと、モッピーやったけども自分のできそうな案件がありません、クレジットカードが作れません、家がないから家の調査を依頼できません、で、その立場の方がね、そう言われるんですよ。それはもう最もそうでしょうと。で、私は自分の立場でできるものを探してやってると。で、私は似たような立場の人に対してこれを語りかけています。で、私と全く違う立場の方へのアドバイスっていうのは求められればできるんですけども、私の一方的な発信の中にはそれは含まれてないんですよね。というよりも含まれてない可能性が高いんですよ。なぜなら私と違った立場の人、その立場が無数に存在するから、じゃあ誰にスポットを当てても結局は漏れる人がいるんですよね。ですので、そういう意味を込めて、動画の説明欄にメールアドレスも書いてますし、丁寧にやってほしいようでしたら、やっぱり速稼塾に参加していただくっていう道もあるんですよね。もちろん私が速稼塾に参加していただければ、別にね、そのポイントサイトモッピーしかやってないわけではないと、まあ自己アフィリエイトもあるし、転売もあるし、なんなら FX だってある、 YouTube でも儲ける方法だってやってる、その他いろんな講義があって、ネットワークビジネスの攻略法だってあるし、携帯電話で儲ける方法すらやってるわけなんですよ。じゃあその中で自分のできそうなものを探す、自分のできそうなものがなければ、私にね、個別で連絡をしてくださって、自分の状況はこうなんですと、自分のできそうなことはこうなんですと、挑戦できる範囲のものはこれなんですっていうふうな具体的な事例を教えていただければ、私はその人一人に照準を絞ったコンテンツを作ってですね、ずっと教育を続けていくわけなんですよ。私はだから、どんな状況の人も解決できない問題は、まあ、ほとんどないだろうなと思ってます。それが私の今まで8年間やってきた繰り返しの中でね、編み出された蓄積なんですよ。ですよね。だって速稼塾ってお金に困ってない人基本的に来ないですからね。お金に困ってないから稼ぎたいと思ってくるわけなんですよ。で、稼ぎたいのフェーズが、例えばね、今はサラリーマンやってて副収入が欲しいんで、プラス3万とか5万とかコンスタントになんとか欲しいという方向けの副業を紹介するとか、転職したいんだけども転職先がなかなか見つからないんで、いっそ久保さんのように情報起業したい、だから起業の方法を教えてくれませんかという形で入塾する方もいます。で、こういった方は月収で少なくとも50万とかね、私は独立するんだったら100万ってのは当たり前ですよと。なぜなら退職金もないし各種保証もないわけですよ。自分が社長でやるときに月収100万、
月賞が100万作れないような独立っていうのは果たしてするべきなのかなと思ってるわけなんですよね。でそう考えるとやっぱりそういう方には会社を辞めるっていう前提もありますんで、月収100万とか200万のコースを提供することになるんですよね。では逆にですね、所得の低い方とか情報の少ない方とか、例えばパソコンがあんまりね上手に買えない方とか、もっと言ったら私が40歳になって初めてパソコンをやったみたいに、これからパソコンをやるんだと、今まで久保さんの YouTube を見ていたんだけども、確かに久保さんも40までは麻雀屋の親父だったというふうな経緯もあるし、そういうふうな実績証拠もあると。でそっから40歳から一年放棄してパソコンを始めたっていうところを見ると、まあ、50歳の、ね、自分にも可能性があるんじゃないかなと思って久保さんは鍛えてきたというわけなんですよ。でもちろんね、そういう方に対しては私はもう得意分野ですから、じゃあパソコンがこの状態のところからやりましょうっていうふうになるわけですよね。で最初からパソコンで稼げないんで、じゃあパソコンじゃないところで私がやったみたいに、セミナーでね稼いでいく方法からやりましょうと。そのためにセミナーで参加者の方に価値を持たせるものとしてポイントサイトなりセルフバックっていうのがあるんで、まずこれをやりましょうと。これはほとんどの人が実績を作れるものですよと。で実績を作ってそれを同じような結果を出す人をね作るという意味でセミナーっていうのは十分人に価値を与えるものであると思うし、人にそうやったネット上での売り上げをね、例えば3万5万と立てさせることができるんだったら、じゃあ講義代の1万円2万円も相対的に安くなるでしょ、文句はないでしょっていうようなことが話せるわけなんですよ。これは私の実績をもとにお話できることなんですけどね。で実際にそういうことをして公民館に人を集めて、スマホなんか簡単覚える教室みたいなね、ツイッターのアカウントを作りましょうとか、フェイスブックを始めましょうみたいな教室を1回5000円とかで開催してて、それを土日中心に副業として始められている方もいたりとかね、それからもう現役を引退された方が70代の方がね、そういった孫と写真のやり取りをしようって LINE を覚えるとかね、 LINE、グループ、こういうのを作ってコミュニティで、リモートでね、情報を発信しますんで、それで勉強していきましょうみたいな講座を作ったりとかね、あるわけですよ。で最近でしたら町内会ね、日本全国各地つつ裏裏にある町内会に対して、町内会の会長はどういうふうに会を運営していけばいいのか、そしてこれから少子高齢化、ぶっちゃけ町内会ってこれからなくなる一方ですよと、どうやって軟着陸させるか、10年後に町内会がはい今年で終了ですみたいなストーリーを作るために、これはもう時代の流れですからね、しょうがないですね。若い人は入らずに、町内会で育ってきた世代はもうね70代80代になっているという中で、どう考えても10年後はね町内会の維持運営が不可能、そして町内会の役員になる人もいないと。ましてや町内会っていうのは義務や責任はついてもあるけども、ギャラうまみは全くないわけですよ、そう考えていくとこれからの時代は町内会ではないね、別の形を取っていかないといけない、そんな教育を込めたコンテンツが、まあ、町内会をぶっ壊すみたいな感じでね、私の町内会長としての情報発信、情報提供コンテンツになって、それが29万8千で今年は4件売れてるという実績もあると。要するに町内会長やってすら情報発信によって稼ぐことができるんですよね。さあ様々申し上げましたけども、私たちは今ね情報という形のなくて、そして無限に広がるもの、こういったマーケットに参加することができるわけなんですよ。で実際参加してみると、もうジャンルを問わず、国籍を問わず、年齢を問わず、幅広い方と一緒に問題解決することができて、そこには差別も偏見もないんですよね。じゃあどうでしょうか、皆さんのお勤めの職場、上司と争ってませんか、部下をマウントしてませんか、同僚と張り合ってませんか、仕事をするその前提の中で、その職場の中の人と憎しみ合ってませんか、自分の給料が安いというふうにね思っていたりとか、自分ばっかりなんでこんな目に遭うんだという、ね、不満を鳴らしてませんか、そしてその不満多いところに今日も出かけるんですかってことなんですよ。もちろんその状況でもミッションを感じたりとか、俺がやらなきゃっていうね気概があるんだったら問題ないと思います。人は困難に立ち向かって達成感に対してね、生きがいや生き様を感じるものですからね、そういう部分もあります。問題解決に喜びを感じることもあるでしょう。でも不満しかなくって同僚をね憎んでみたりとか出し抜いてみたりとか、そういったことが起きてるんだとしたら、これは職場に行くがゆえにですね人を傷つけていることになりかねないんですよ。もしくはお客さんに対して面倒くさがるっていう行動もありますよね。こういった方が後を絶ちません。私は接客業をしているんでストレスたまるんですよ。どういうことでしょうか。お客様に対してストレスがたまると、そういう人がね働いて
そのストレス相手のお客さんからお金をね踏んだくっているという現象があるわけですよ。何なんでしょうね。やっぱりね、ありがとうと喜ばれてお金をお支払いいただくって形が本来ビジネス、私の言う感謝と提供だと思うんですよね。ということでね、私は仕事ってものがいつの間にかね、苦痛に耐えるものから今の時代喜んでありがとうのポイント集めに変わってきてんじゃないかなと思うんですよ。昔はですね、やりたくもない、そんな仕事をですね、みんなでやって、仕事ってのは大変なもんだからと、みんなも頑張ってんだからお前も頑張ろうで励まし合ってきた時代があったと思います。ただ今はですね、自分の最も楽しいこと、自分が最も喜びを感じれるもの、自分が最もですね、能力を自由に発揮できるもの、そして邪魔者がいない一人でできるものがだいぶ現れてきたんじゃないかなと思うんですよ。ということでね、今日この動画の中でおすすめしたいのは、私はね、自分の仕事は自分で選ぼうってことなんですよ。まあ当たり前のように感じますけどね、自分の仕事を自分で選ぶっていうのは就職先を選ぶってことではないんですよ。世の中に就職という形の中でもうすでに選択肢としてある仕事の中から選ぶんじゃなくて、まだ存在してない選択肢を自分で見つけ出して編み出して、そこに向かっていくってことができるんじゃないかなと思うんですよ。で、花井龍馬さんがね、花井龍馬さんの名前がやっと出るわけですけども、花井龍馬さんはね、まあ去年の今頃は来年からフリーランスになると決断して実際にやりました。不確定要素も多かったと思います。取引先も決まってなかったし、自分のサロンとかメンバーシップとかね、これが売れる報酬はどこにもなかったんですよ。でもやってみた。チャンネル登録も増えていたとはいえ100人200人300人に向かうところだったかな、292人っていうね、画像が私のところに浮かびますけども、今では2000人を大きく超えて何人ですかね、2250人ということで、ここ最近でも数十人増えてるわけですよ。じゃあ花井龍馬さんがね、一つの会社を経営してるとします。見込み客という言い方したらね、視聴者さんに申し訳ないかもしれませんけども、花屋さんに期待して次の動画も見たいと感じてる人が2250人いるんですよ。普通の会社、一般企業ね、考えてみてください。2250人のお客さんを獲得するのにどのぐらいコストかけてるかなと考えたら、恐ろしいですね。そのコストをまず回収するために、みんなでやりたくもない仕事をね、一生懸命やるとかね、集客をしようと心から思ってる人って会社の中の何人ぐらいですかね。そう考えたら、自力でやっていけない人は会社に属し、自力でやっている人は会社を離れっていう図がちょっと見えてくるんですよ。もちろん全員ではないですよ、組織の中でこそ力が発揮できる方もいますからね。でも組織に入って会社に面倒を見てもらいながらも、その会社に怒りを感じている人っていうのは、まあ少なくないんじゃないかなというふうな気がするんですよ。まあ、そう考えると、これからの時代、経営者は人を雇わずに誰にも憎まれないようにしていく形を取りたいですし、一般労働者っていうのはね、職場がどんどんなくなっていって、どんどん行き詰まっていくと。その中で自分も起業してみようというふうなルートを取る人もいますけども、圧倒的に少ないのかなと、思う。まあそんなところなんですよね。まあいろいろとね、つらつらと申し上げましたけども、今日はね、そんな雑談を届けてですね、放送の方を終わっていこうかと思います。何だったんだろうかという話ですけども、まあ頭の中整理して話してみたということですね。ではいってらっしゃい。